マリオシリーズ、マリオカートシリーズ、マリオカートツアー、マリオカートツアーは2019年9月25日にリリースされた iOS および Android 向けのゲームアプリである。任天堂と DNA が共同開発したマリオカートシリーズ初のスマートフォン向けタイトルである。公式ツイッターで使われている略称はマリカツ。ツアーというタイトルの通り、今作ではニューヨーク。 パリ、東京、ロンドンなど、世界の実在する都市を舞台にしたコースや、歴代のマリオカートシリーズで登場したコースを、走り抜けることが可能である。今作では、マリオカート DS のミッション欄に近い、ボーナスチャレンジ、マリオカートダブルダッシュ。以来、16年ぶりの復活となる、スペシャルアイテムや、マリオカートウィーで登場した11年ぶりの復活である、ハーフパイプなど、 過去作の要素を彷彿させる要素が収録されている。2018年2月1日に、任天堂公式ツイッターアカウントより、本タイトルを開発中、2019年3月までに、配信するという発表があり、2月8日の DNA の、決算説明会にて、任天堂と DNA の共同開発タイトルである、こと、基本無料で提供されることが公表された。 2019年1月31日に品質向上と配信後のサービス内容の拡充を理由に2019年夏に配信が延期されることが発表された。2019年5月から6月にかけてアンドロイド向けにクローズドベータテストが行われた。2019年8月27日に配信日が2019年9月25日であることが発表された。後日の 土管に含まれるガチャ要素が違法なルートボックスであると、賭博委員会によってみなされたため、ベルギーでは配信されない。本作では、家庭用版と異なり、レース時は、ロケットスタートやドリフト、ミニターボ以外は、基本的に、自動運転である。そのため悪路の走行などもなければ、アクシデントがない限りコース外に落下することもない。反面、家庭用版で可能だった、ショートカットは、 基本的にはできなくなっている。なお今作ではジュゲームが落ちたカートを持ち上げる描写はない。ゲームを開始するには、任天堂アカウントが必要で、連携させて、ドライバーズライセンスを取得する形となっている。また、本作では、いわゆるリセマラを行わなくても、設定の、初めから遊ぶを選ぶと、セーブデータを消すことが可能。フレンドは、 相手の ID を入力することによって申請が可能な、他、Twitter か Facebook のアカウントを連携させると、フレンド候補として、自分のフォロワーの中から本作をプレイしている人を、自動的に表示する。本作ではキャラクターに、レアリティが存在する。下から、ノーマル、レア、ウルトラレアの3段階で階級が高いほど、初期のベースポイントが高くなり、相性の良いコースが増える。 また、土管やギフトなどで被った場合、レベルアップ用のゲージが溜まる。またレベルによって得意コースが増えたり、スペシャルスキルがパワーアップしたりする。アップデートで追加されたキャラクターの大半は、色違いや衣装違いなどのバリエーションで、エンブレムも元のキャラと同一のものが使われている。新キャラクターはこれらを除いたシリーズで、初めて使用可能になったキャラクターを指す。 ウェスタンツアー以降では、すべてのカップをクリアすると、オールクリア度間で、ウルトラレアのキャラ、マシン、グライダーのいずれか一つが入手できる。特定のツアー限定で入手可能なキャラクター。大半は既存のキャラが、ツアーのテーマに合わせた衣装になっている。ゲーム内で、観客や障害物などとして登場するキャラクターの一覧。レース内で障害物などとして登場するギミックの一覧。 本作では、マシンパーツにもレアリティが存在する。下から、ノーマル、レア、ウルトラレアの3段階で階級が高いほど、初期のベースポイントが高くなり、相性の良いコースが増える。なお、マリオカート7や、マリオカート8、マリオカート8デラックスとは異なりマシンとタイヤの組み合わせが固定されているため、タイヤを個別に選ぶことはできない。各マシンには、 スペシャルスキルが備わっており、ここでは以下の通り表示する。また、レベルが上がるにつれ、アクションポイントやポイントブースト等が上がる。各グライダーには、スペシャルスキルが備わっている。またレベルが上がるにつれ、コンボタイムやポイントブースト等が上がる。本作では、通常のアイテムの他に、キャラクターごとに限定のスペシャルスキルという特別なアイテムが存在する。 そしてコースごとにアイテムが3つ出せるキャラクターに限り同じアイテムを3つ揃えるとアイテムフィーバーとなり一定時間無敵状態になりアイテムを無限に使用できるトリプル系アイテムなどの効果も家庭用版とは異なっているまた今作ではコインとクッパコーラギガボム兵を除いてすべてのアイテムをカートの後ろにつけることができるが一部のアイテムは コーラなどの防御に使うことができない。ファーストアニバーサリーツアー、スノーツアーのアップデートでキャラのレベルが一定に達するとスペシャルスキルの効果がパワーアップするようになった。今作ではセクション制のコースを除き原則2周で終わるようになっている。またコースを逆走する R コースや若干手の加えられた X コース、この2つの要素を合わせた。 RX コースといったバリエーションがある。以下では現時点でこの4つのバリエーション全てが実装されているコースをで示す。なお、現時点ではミラーモードは収録されていない。従来のマリオカートシリーズとは違い、過去作からの再収録となるコースが中心で、その大半はスーパーマリオカート7に収録されたコースである。現時点では8の初出のコースは収録されていない。 スーパーマリオカートのデザインで新たな要素を組み合わせた RMX コースや過去作のコースのルートを変更したものがある。本作から登場する新規コース。都市コースとは異なり期間限定のコースではない。実在の都市をモチーフにした新規コース。その他のコースと異なり期間限定コースなので、一度メインコースとしてツアーに出ると次のツアーからは当分登場しない。 ツアーの期間は2週間であり、ツアーの始まりは水曜日の15時である。また、毎日15時になると更新され、デイリーチャレンジや今日のラインナップなどが入れ替わる。各ツアーの日程は基本的に以下の通りである。各ツアーは十数個のカップで構成されている。各カップは3つのレースとボーナスチャレンジで構成されており、結果に応じてグランドスターが手に入る。 なお名称が、同じツアーは便宜上のように丸カッコ付けで回数を表示している。本作における一般的なソーシャルゲームでいう、ガチャである。ピックアップ対象のキャラクターや、マシンパーツは土管うちのものをすべて入手するまでに、入手可能となっている。通常の土管の中身が100個だが、時々50個や30個になることもある。なお、実行にはルビーが1回では5個。 10連土管では45個必要となる。金色になったゴールド土管はウルトラレアが確定となっており、通常の土管よりもレアリティの期待値が高まる。本作では主にショップを利用して課金を行うことになる。スペシャルオファーと称したキャラクターごとのパックやルビーの販売などを行っている。さらにショップでは今日のラインナップとして日替わりでレベルアップチケットやキャラクター、 マシンパーツの交換もできる。ただしツアー限定のキャラクターやマシンパーツ、一部のレアとウルトラレアのキャラクターやマシンパーツとは交換できない。ショップには以下の種類がある。なお、ショップ画面では土管を引いたりコインラッシュに進んだりできる。ログインボーナスやツアーを進めると出現するプレゼントボックスなどから入手できる。ただし、プレゼントボックスは グランドスターが一定数以上ないと受け取ることはできない。基本的に内容はコインやルビー、チケットなどであるが、時折キャラやマシンパーツも入っていることがある。後日のゴールドパスによるゴールドギフトでは、ウルトラレアのキャラやマシンパーツも含まれる。すべてのギフトを入手した後にグランドスターを獲得した場合、スター1個につき100コインが変換される形で、 プレゼントされる。なお、ツアーが切り替わると同時に、ギフトも入れ替わるため早めに受け取っておく必要がある。ゲーム内で課されるミッションのようなもの。クリアすると、グランドスターやピンバッジなどが入手できる。また、デイリーチャレンジ、トータルポイントチャレンジを除くすべてのチャレンジが、ビンゴ形式になっており、ビンゴになるとコインが入手でき、すべてビンゴすると、 ルビーなどのアイテムが入手できる。チャレンジの種類は以下の通りである。なお、ないは実施期間を表す。レースの方式には以下のモードがある。レースに勝つことで溜まるランク。ランクが上がるごとにゴールポイントが上がったり、コインやルビーなどのランクアップギフトを受け取ることができる。レースの順位によってゲージが変動し、ゲージが100%に達すると次のランクに昇格する。 ツアーごとにカップが指定された中でポイントを競い合う。基本的には決められたリーグの中でやり込むことによって順位が決まるシステムであり、1週間経過すると指定カップが切り替わると同時にそのリーグの順位によって昇格、残留、降格が決定する。また順位によっては様々なアイテムが入手できる。なお、最大のリーグ数は70である。コインを稼ぐためのモードとなる。 コインの欄をタップすることで挑戦が可能となり、2倍、6倍、10倍の3種類の倍率が用意されている。ただしチケットかルビーの消費が必須となる。使用コースはツアーによって異なる。キャラクターとマシン、グライダーの組み合わせは全ツアー共通で固定。世界中のプレイヤーやフレンドや近くの人とオンラインで対戦する。内容は以下のような種類がある。 フレンドや近くの人とはフレンドや近くの人と行うタイプで共通の合流コードを入力して遊ぶ。二人でチャレンジ開催期間中はいつものレースと二人でチャレンジが選べるようになっている。ワールドマッチやゴールドマッチは世界中のプレイヤーとオンラインでレースをするモードである。ゴールドマッチはゴールドパス会員限定でワールドマッチとルールが異なる。また、 腕前と呼ばれるランクが存在する。下位ランクから S ランクまであり、レベルを上げることでランクを上げることができる。対戦はこの腕前のランクが近いプレイヤーと対戦することになる。マルチプレイのルールは毎日変わる。なお、待ち時間に1日最大100コイン入手できる。配信初日のダウンロード数が1010 10万ダウンロードを超え、リリース初日で最もダウンロードされた。 モバイルゲームとなり、1日で2000万ダウンロード、課金総額が1億円を突破する大記録を打ち立て、その後最初の1週間で9000万ダウンロードを達成、さらに1ヶ月で1億2390万ダウンロードを達成した。ありがとうございます。